練習トレーニングを積んできた中島、そして迎え撃つチャンピオンの金星春。先ほどのレポートにもありましたが、非常にリラックスムードであるということなんですがね。自信を、ね、持っている証拠でしょうね、まあ、3度防衛したというその裏付け、はい、これが大きいと思います。赤コーナーチャンピオンの金星春、青コーナー挑戦者日本の中島茂雄、 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦です。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー世界ジュニアフライ級チャンピオン107パウンド4分の3韓国キム・ソンキョン。 WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオン韓国の金星春が紹介されました。青コーナー挑戦者世界ジュニアフライ級9位107パウンド4分の3ヨネクラ所属中島茂雄。そして80年代最初のチャレンジャー日本の中島茂雄です。この試合は WBC、JBC のルールに基づいて行われることは言うまでもありませんが、採点は10点砲、試合の続行に差し支えない場合はダウンの回数に関係なく試合が行われます。いわゆるフリーノックダウン制。そしてダウンは最終ラウンド以外ゴングで救われません。日本製の6オンスのグローブを使用して行われます。レフリーはアメリカのリチャード・デフピアン、ジャッジがレニーネ・マノコ・インドネシア、日本の宇野武雄、3人のレフリージャッジで行われます。まもなく試合開始、WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦が始まりました。新春の抜けるような空を思わせる真っ青なトランクスを選びました中島が攻めます。第1ラウンド試合早々、チャンピオン韓国金星春は白いトランクス。中島がいいムードでスタートしたんじゃないですか。挑戦者としてはね、はい、1ラウンドが大事だと思うんですね。ここでね、自分のペースをつかむかどうかによってね、試合の後の流れは大きく変わりますからね。試合開始のゴングと同時にストレートをボディに伸ばしました中島。左を伸ばすチャンピオン金星春、左から右です。技術的に見ますとね、はい、金のストレート、それから中島のフックの争いということでしょうけど、むしろそのこの勝敗を左右するとすればお互いの勝負に対する執念だと思うんです。執念ですか、ああ中島には得てしてそういうのがちょっと足りなかったですからね、はい、今までの試合。ボディへパンチを出します中島茂雄挑戦者。右まあ、そのある意味では気負い込みすぎるとまたいけないという面もあるんでしょうかね、それともう一つ、あの金はガードが硬いですからね、はい、相手に全般は打たせておいて後半で勝負に出るというようなケースが多いんですね、そこをそうむやみやたらに攻めてると急に打ち返してきますからね、はい、そういうのを注意する必要があると思います。これまで3度の防衛に成功、4回目の防衛戦を迎えたチャンピオンの金星春。もちろん世界の広き舞台は初めて、挑戦者日本の中島茂雄。接近戦ボディを狙いますチャンピオン金星春。シュッシュッという掛け声とともに前進していきますチャレンジャーの中島。花形さんはこの試合どういったところにポイントを置かれますか。前半はやっぱりあの中島君、足使ってああいうペースでやっていくのいいと思いますよ、はい、あんまりくっつきますといいです。ロープに詰まったチャンピオンです。ちょっと踏み込みが足りなかったですね、はい、それと金が頭を後ろへ引いたところでしたからね、それほどの効果はなかったと思います、はい、これまで世界の修羅場を踏み抜けているチャンピオンの金星春。ないです。中島の左顔面を捉えました。今のはガードのどうでしょうか、ガードの空いたところでした、はい、ま
の心理的な効果大きいと思いますよ。はい、第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド紀藤さんの採点10対9と最速よく中島が取りました。挑戦者中島茂雄 WBC 世界ジュニアフライ級9位、また WBA はジュニアフライ級6位にランキングされております。これまで15戦して12勝2敗1引き分け、12勝のうち 7KO 勝ち、 KO 率は5割8分を誇っています。第2ラウンドが開始されました。第1ラウンド10対9中島が取りましたが、紀藤さんの採点では非常にいいムードでスタートしてますね。そうです、挑戦者としては申し分ないですね。左を放ちます中島茂雄、注意すべきはやはりうかつに攻めないこと、はい、相手が打ってくると金は必ず打ち返してきますんでね、はい、中島の左の顔面を捉えました。チャンピオン金星春はこれまで78年の9月タイのネトルノイゴラシンを右アッパーでマットに沈めて WBC の世界チャンピオンになりました。そして昨年3月31日エレクトルメレンデスに防衛、フィリピンのシオニーカルド、そしてエレクトルメレンデスとの再戦を含めまして3度の防衛に成功、これが4回目の防衛戦です。左を放つチャンピオン金星春、こうしてロープに詰まって足を使って回り込む、この辺は中島で、なかなか研究してます。はい、中島は前回の防衛戦メレンデス戦の VTR で十分に右を放ちました中島です。十分にチャンピオンの動きを研究してまいりました。左から右までいるの左フック、左を伸ばした中島、左を伸ばします。チャンピオンの動きこの辺どうなんでしょうか。ちょっと鈍いですね。むしろ中島の左のスピードを褒めるべきでしょうね。はい、左が顔面を捉えます。中島茂雄挑戦者、中島君調子いいですね今日はね。そうですね、スピードありますよ。はい、第1ラウンドからいいムードでスタート、試合は第2ラウンドです。もともと金の左ストレートはそれほど速く右です、はい、むしろワンツーからあるいは今の右から入ってくるパンチですね、それから左をフォローしますからね、これをどう防ぐか。アッパーを突き上げましたがこれは空を切りました中島。しかしこの中島の攻撃というのはチャンピオン、右のボディーブローです。チャンピオンもちょっとこう予想していなかったんじゃないでしょうか。そうでしょうね、もともと金はスロースターターなので、はい、中島として狙うとすればここですね。そうですか、はい、いいムードで試合のペースをつかみ、右ストレート顔面にヒットしました、右のボディーブロー中島、いい簡単になってますね。はい、花原さん非常に冷静に中島が試合を見ているとそうですね、よく相手見てますね。白いトランクスのチャンピオン金星春がじりじりと距離を詰めます。おお、ちょっとこうチャンピオンも自分のなんて言いますか動きがまだまだという感じで、ああいった態度に出るんでしょうかね。ああいうレスリング行為は禁止されてますからね。はい、第2ラウンドが終了しました。第2ラウンド紀藤さんの採点、このラウンドも10対9中島が取りました。入ります。今日のこの試合のレフェリングをしているアメリカのリチャード・ベック・ヤングさんは、初来日が45年の4月、実を言いますとジュニアライト級沼田義明がレネ・バリエントスを破ってタイトルを取った時のレフェリングをしたレフェリーなんですよね。日本では何度か見た顔ですね。はい、入りました中島です。そういった意味では弦のいいと言いますか、今日のレフェリー、そしてレニー・エマルホインドネシア、日本の宇野武雄、3人のレフェリージャッジで行われております。
振り込んでの右ストレート、ボディへ伸ばしました中島です。花形さん、チャンピオンの動きをどうご覧になりますか。ちょっと動き鈍いですね、はい、非常にその試合前はですねリラックスムード、これまでの防衛戦の中では一番ベストなコンディションで臨んでいるんだというふうに話していたチャンピオンなんですが、第1ラウンド第2ラウンド中島の攻撃にややたじろいでいる感があります。左を伸ばすチャンピオン金星春、確かに中島といいますとその一つの大きな問題として減量というのがありましたね、今回は比較的スムーズにいってるようですからね、スタミナの点でもそれほど問題ないんじゃないかと思うんですよね。この試合今朝の計量は 48.8kg、 107パウンド4分の3ともに1回で計量をパスしております。中島のいいパンチが顔面が捉えています。左を伸ばす金星春です。ボディへのストレート、はい、動きが速いので金はまだついていけないんですね。ああそうですかね、戸惑ってる感じあります。この中島のスピードが中盤を過ぎてあるかどうか、はい、残ってるかどうかによって勝敗もまた変わってくるでしょうね。確かに普段はフライ級で試合をしておりまして10キロ以上の減量をいたしました。しかしながら中島茂雄11月29日この試合よりも1ヶ月も前ですが、その計量の時間10時に合わせましてジュニアフライ級のリミットに落としまして、その後も徐々にですが食べながらの減量、なかなかウェイトコントロールに成功した。右のストレート中島高生です。体からチャンピオンを制御した中島、右のアッパー、中島いい攻撃ですね、積極的ですねこの辺りは、はい、中島がいい攻撃を仕掛けています。むしろチャンピオンのお株を取ったような攻撃です。はい、ああいうねあのチャンスを見てスッと攻めるのが金はうまいんですがね、右のアッパーを突き上げた、ボディへのストレート、あるいはフックと多彩なパンチを出していきます挑戦者中島、はい、第3ラウンドが終了しました。第3ラウンド、このラウンドも挑戦の採点10対9、中島が取りました。それではここで両選手の体格表をちょっとご覧いただきたいと思います。まず身長なんですが、チャンピオンが 4.5 センチ上回っております。リーチももちろん 8.5 センチチャンピオンが上回りました。ご覧のような体重 KO 率ということなんですけれども、一つあのチャンピオンのですね、予備検診の時気になるのは左の目が視力 0.5 ということなんですよね、この辺どうなんでしょうか。微妙にやはり試合の動きには影響しますか。今までもね左目がすぐ腫れる傾向ありましたよね。と言いますのはね、右のクロスカウンターに弱いんですね、はい、第1ラウンドから第3ラウンドまでいい感じで試合を進めています中島茂雄。やはり左のということで右の方から攻めていった場合にやはりその見にくいという場合、そうだと思いますね、右の方が当たりいいですからね今までの試合でも。それと今までのところあのチャンピオンのパンチってのは左ストレートだけなんですね、はい、そういえば左の目がやや腫れていますチャンピオンの金星春。両選手ともにすでに汗を浮かべています。新春タイトルマッチ WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦第4ラウンドです。やりを伸ばすチャンピオン金星春。渡辺さん、はい、挑戦者コーナーですがね、はい、左の使い方も動きも非常にいいという会長の話なんですよ、ただ一言ですね、ちょっとオーバーペースが心配なんでそれをさっき、ラウンドに注意したということです。ああそうですか、まあ、やはりその減量という問題であまりこう飛ばしすぎると後半スタミナという問題がね、出てきますね、若干懸念されますが、はい、ボディを狙うチャンピオン右を放った中島、最後ジャブをつきます中島です。フックは空振り、チャンピオンアッパーを突き上げた、左を伸ばします、3ラウンドまでもちょっとこう接近戦に持ち込んだんでしょうか、この辺りからチャンピオン出る気配ですね、はい、
中島、その減量から来るパワー不足は否めないけれどもスピードレスが上回りたいと話していました。むしろ今までのところはね、コンディショニングのあれ失敗はチャンピオンの方じゃないかと思うんです。なるほど、スピードがないのもそうですし、ちょっとこうあのスタミナ切れの感じがラウンドにしますよね。はい、左を伸ばした中島です。中島の顔面チャンピオンのボディブローを返しました。金が出てきましたね。そうですね、3ラウンドまでの動きとはちょっと違ったチャンピオンです。あの今の打ったアッパーがちょっと怖いんですよね。チャンピオンになったネトルノイ・ボラシン戦、右のアッパーで全チャンピオンをマットに沈めております。左を伸ばした中島、チャンピオンのアッパーは空振りです。そうです、今のですね、はい、第4ラウンドが終了しました。第4ラウンド、紀藤さんの採点、このラウンド初めて10対10のイーブンです。世界タイトル初挑戦の挑戦者中島茂雄、中島にとっては53年になりますが大きな壁にぶつかりました。カミソリパンチの海老原博之からタイトルをもぎ取りましたフィリピンの老友、元世界フライ級チャンピオンバーナメ・ビラカンポにボディーブローで敗れまして、その以後今回のこの金青春のスパーリングパートナーであります金冠との10回戦にも敗れました。そして再起を誓った12月の試合でも試合前に右足骨折という、まあ、恵まれない1年だったんですが、去年は中島そのトンネルから脱出いたしまして3戦3勝、11月6日には WBA 世界フライ級5位のヨウ・コウシュに勝って世界ランキングに復帰をいたしました。第1ラウンドから第3ラウンドまで、まあ、手元の採点では中島が取りました。したがってチャンピオンとしてもそろそろこうエンジンをかけたいところでしょうね。当然ですね。背中が挑戦者チャレンジャー白いトランクスのチャンピオン金青春、タイが変わりました。左を伸ばしたチャンピオンです。チャンピオンの怖いのはね、はい、あの今までダウンしたことがないという自信を持ってますね。だからね、相手が打ってきても一緒に合わせて打つんです。これがあの簡単になると怖いですね。はい、まあ、それに序盤戦はペースを取ったとしてもですね、やはり世界チャンピオンであるということ忘れてはいけませんね。そうです、あくまでもチャレンジャーでチャレンジャー精神でいくと言っていた挑戦者、あ、それが右です。チャンピオンのラッシュです。これがやはりチャンピオンの何と言いますか、秘めた力ですね。今のワンツーね、左フックから右ストレート、はい、中島要注意、左フックからストレート、そしてまた左右のアッパー、チャンピオンが出ました。右のアッパーを突き上げた、中島も左を返した。中島君としたら打ち合ったらちょっとダメですね。はい、足使った方がいいですよね。そうですか、はい、第1ラウンドから第3ラウンドまでの中島のボクシングができますか。チャンピオンもなんとかペースを変えようと必死です。左から入った、お互いに相打ち、中島がちょっと目を切りましたか。右の目からちょっと血が出てるようですね。はい、このラウンド始まる前に迷いましたね、中島は。おう、ディフェンスに回ろうか、あるいは攻め込もうかという、その金のこういう積極的な動きについて対応できなかったような感じですね。ああ、そうですか、まあ、そういった試合の一瞬の流れというものが大きく影響していますからね。そうです。おお、踏み込んだの左ですが尻餅をつきました中島。体当たりのような感じ、チャンピオンです。やはりその中島のボディの弱点というのをついてくる作戦なんでしょうかね。曲げてはいられません、中島です。右のボディ、左のフックを返した中島、左を伸ばしたチャンピオン金青春、ボディへのストレート、中島入りました。第5ラウンド終了、第5ラウンド紀藤さんの採点10対10のイーブンです。お正月タイトルマッチ、後楽園ホールの館内非常に温度が高くなってきております。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦、試合は中盤第6ラウンドに入ります。放送席、はい、チャンピオンコーナーですかね。はい、どうぞ。金はですね、スロースターターでこれからだと。ああ、そしてですね、あのラッシュするのは7ラウンド以降にしろと、あまり早く倒すなというようなですね、そういったような指示をこちらは出しているようですよ。あ、そうですか、はい、盛んにボディを狙えということを言ってます。
今のレポーターのコメントどうですか、やはりそうでしょうね。ボディは当然狙うと思いますがね、後半になるってもっと金は今まで9ラウンドを超えるとねちょっと鈍りますんでね、はい、果たしてそれまでスタミナがどうかという感じ。エースアウト、中島がピンの顔面を捉えました。今のがねいいと思うんですね、はい、相手が打ち気に出てきたらカウンター戦法に徹してね逆にその相手の胸をつく、それで気持ちをねぐらつかせることですね。確かにこの試合に備えてカウンターのカウンターを取る訓練をしてきたんだと中島茂雄は語っておりました。右を話しました中島です。チャンピオンは第7ラウンド以降に勝負をかけているようです。しかし中島のスタミナがどうか、ボディがどうか、勝負は後半だと思いますね。そうですか、やはりその中島のタイトル一挑戦というその15回戦のですね長丁場、そしてまたチャンピオンのその試合運びというような問題でしょうかね。そうですね、精神的な重圧もありますね、はい、試合は中盤の第6ラウンドです。1分30秒が経過しようとしております。左を伸ばしまして中島です。接近戦、ボディからフック、フックは空振り。中島左を放った挑戦者です。確かにチャンピオンがアッパーを突き上げるときにかなりガードが甘くなりますね。打ってくるときは、ね、狙いどころなんです。だから中島の、ね、左のダブルなんてのは効果があると思うんですね、これまで苦しい練習を勝ち抜いてきました中島茂雄、なんとかこの試合花を咲かせてもらいたいところです。左、中島の左、その後金も左を返しました。ボディの攻撃です。中島チャンピオン接近戦で打ち合います。大の相打ち、大の右、チャンピオンのワンツー攻撃でした。中島がチャレンジャーロープに追い詰めます。ラスト30という声がかかった挑戦者コーナー、ちょっとこう中島の表情もですね、なんかこう余裕のような感じがするんですよね。それが出てきたような感じしますね、はい、右のアッパーを突き上げました。日の丸のトランクス中島茂雄、アッパーは届きません。チャンピオン金星春、第6ラウンドが終了しました。第6ラウンド伊藤さんの回転 10対10のイーブンです。さて第7ラウンド中、第6ラウンド中盤の打ち合いなんですが、左が挑戦者、右がチャンピオン、左ですね、左フックです。なかなか中島もこの試合ペースを掴んでいると言っていいんでしょうか、カウンターがうまく出ればね、はい、中島のペースになるでしょうね、いきなり左から入りましたチャンピオンです。この回金が出てくるとすればですね、はい、そこをまたカウンターでね逆にそのへこませてやるというね、これができれば面白いですね。左右のボディーブローを振りましたチャンピオンの金星春、チャンピオンの金星春のスパーリングパートナーはかつて中島が対戦した金冠チーム、そしてまたチャンピオンサイドは中島の試合を何度も見てまいりました。そしてまたかなりの研究を積みました。これまでの防衛戦の右のボディーブロー中島です。チャンピオンがひるんだ、ロープに座ったチャンピオン、左右のボディーブローを振っている中島のラッシュ、右アッパーを突き上げた左のボディーブロー、いい攻撃ですね。そうです、今ね特に右へサイドしましてね、左のアッパーボディー狙ったでしょ、はい、あれがいいんですよ。ロープに詰めた時ね正面から打ち合ってもそれほど効果ないんです。はい、これまでのところ完全にムードを掴んでいます中島茂雄挑戦者、左顔面を捉えました。
余裕さえ見せていたチャンピオンが精彩がありません。アッパーの打ち合いでした。発信の攻撃が荒っぽくなってきましたね。そうですね、はい、動きが変わりました。ボディーブローを放ちます。チャンピオン金星春、これはやはりあの中島が思ったよりタフであると、そしてまたスピードがあるということなんでしょうかね。それとね、今のラウンド全般取られたのをね、はい、ちょっと中島が休んだので気を抜いたので、そこで攻め返そうという作戦でしょうね。左の相打ちでした。中島左の目尻をちょっとカットしています。戦列が落ちています。中島確かに挑戦者のボクシング中島ロープに締めています。レフリーのリチャード・デッキエンが開きました。第7ラウンド、自分のコーナーにチャンピオンを詰めました。まあ、性格的にもですね、昔はとにかく喧嘩っ早かった中島ですんでね、あ、はい、こういう時にどういったその性格の良さが出ますか。左のボディを放ちました金星春です。左、あの左フックいいですよね今日は、はい、左を伸ばした金星春、右のボディーブローです。左のボディーが左足でちょっと浅かった中島、右顔面を捉えました。チャンピオンのワンツー、エキサイト、中島エキサイト。第7ラウンド終了しました。第7ラウンド伊藤さんの採点10対10のイーブンです。伊藤さん、はい、今の中島の攻撃は中島のチャレンジャー精神と考えたいところですね。旺盛ですね、はい、挑戦精神が。第7ラウンドまで終了しました。左が入ったところです。試合は第8ラウンド開始です。この挑戦者としての気持ちがね、15回まで持てばタイトル取る可能性もありますよね。はい、タイトル初挑戦の中島茂雄、いいペースで試合を中盤に持ち込んでいます。左が入りました。いいですね、今の左フック、はい、アッパーを突き上げた、このアッパーですね。チャンピオンの方も左アッパーを突き上げました。要注意です。ボディからフック、中島左を伸ばした。チャンピオンも右を切りましたか。右のまぶた目尻を切ってるみたいです。はい、左を伸ばした中島です。中島の左の目尻の出血は止まっていますが、チャンピオン金星春の右の目尻カット、出血が流れ出ています。ガードしている上からパンチを叩きつけます。挑戦者中島左を伸ばした。左をの相打ち、同じ左ストレートの相打ちでも中島の方がスピードがありますんで、そうですね、効果としてはね、中島の左ストレートの方があるように見えるんですね。なるほど。おー、ちょっと頭がぶつかりましたか。バッティングです、レフリーが間に入って注意を与えました。プロ入り3年半、タイトル初挑戦の中島が前線というよりもむしろペースを掴んでいる感じです。アッパーをおーダブルです。チャンピオンのボディへのダブル、体を伸ばした中島です。ちょっと中島のね、右パンチの数が減ったような気がするんですが ね、はい、うん、そうですね、おワンク右を打つチャンスはいくらもあるんですけどね、まあ、これから中島にとってはそのいろいろ問題になっているスタミナの点というのはですね、微妙に影響してくるところなんでしょうね。はい、それとね、手を痛めてなければいいですがね、右を。なるほど、中島のパンチ、右の手数が減っている、どうなんでしょうか。左のフックを放しました中島です。ナックル部分の薄いロックオンスのグローブを使って試合は行われております。金眼ボディ打ってきましたね。そうですね、左を伸ばした中島。やはり花形さん、はい、この辺はまず最初に上り坂、厳しいところなんですか。そうですね、ちょうど今一番嫌な時ですね、あっちなんで、試合は第8ラウンド、バックに回って
金チャンピオン。タイムを伸ばした中島です。ここで第8ラウンドが終了しました。第8ラウンド紀藤さんの採点10対10、差がありません。これまで世界の王座に自分のペースで上り詰めてまいりました。試合は第9ラウンドです。来日3回目、これまで小熊昌司、天竜勝則、岩本龍二、あるいは高田二郎、現在の岡雄二、こういったところ日本人選手とも対戦しております。金星春後楽園ホールの3度目のリングです。左を伸ばしている中島です。紀藤さん、中島の動き衰えはありませんか？動きはね、いいですね。ワントゥーです。ワントゥー、あるいはボディーブロー、そしてまた右のアッパーと、そういった多彩な技を出していきます。挑戦者中島茂雄。ワントゥー、顔面を捉えた。いいの入りましたね、今の。はい、このラウンドはワントゥー超え、ボディーからアッパー、チャンピオンを詰めた。チャンピオンは終盤に勝負をかけると言っておりました。中島のスタミナはどうか。試合は第9ラウンド、左を離します中島です。左を離しました中島。右です。右のアッパーを突き上げた。体を変えるチャンピオン、ボディーブロー、右のボディーです。左のフックを返した中島、左のフックチャンピオン、左を伸ばした中島です。第9ラウンド1分50秒が経過しています。チャンピオンはね、中島を追いかける足がなくなりましたからね、はい、中島がね、接近戦に出てくるところを狙うしかないですね。もうそういう戦法に出てるようです。やはりそのスタミナというのはチャンピオンが先に衰えたようですね。渡辺さん、はい、挑戦者コーナーですがね、はい、どうぞ。8ラウンドは手数ちょっと少なかったですね、会長の方からですね、ちょっとこのラウンドはペースダウンしろという指示が飛んでですね、何しろ前へ出てくるんで、左で必ず金の動きを止めろと。左で、必ず、ね、左で止めなきゃダメだと、はい、という指示です。なるほど、右です。中島の右が入りました。指示をよく守ってますね、中島もね。紀藤さん、8ラウンドは指示でもって休んだんだそうですね。なるほど、手を痛めたわけじゃなかった。はい、ミスガード、中島がチャンス、ロープに詰まっているチャンピオン。また中島が左の指示を下した。左のフックです。左のフック、第9ラウンドが終了しました。第9ラウンド紀藤さんの敗戦10対9と中島が取りました。先ほどのラウンド、中島のワントゥーです。これです。確かにワントゥーを出した後もですね、フォローのパンチも中島出しますね。そうです、必ず左をフォローしてますね。セコンドアウトの指示です。試合は第10ラウンドに入りました。放送席の渡辺さん、はい、どうぞ。チャンピオンコーナーですかね、はい、8ラウンドぐらいまでは、まあ、幾分余裕があったチャンピオンコーナーですが、はい、このラウンドあたりからですね、首をかしげたりですね、前光電マネージャーがだいぶ余裕がなくなってきましたね。そうですか、はい、確かにチャンピオンの動きが全く精彩を欠いていると言ってもいいでしょう。中島がその試合の流れを完全につかみきっています。中島の余裕でしょうか。思惑が違ったということでしょうね。あれほど、ね、左フックを的確に決められると思ってなかったと思うんですね。左から入りましたチャンピオンです。チャンピオンの目の色が変わっている。放送席のすぐ前です。まあ、チャンピオンのお得意の、ね、連打が今までほとんど出てないでしょ。ありませんね、ええ、軽やかなフットワークを見せます。中島左を伸ばした。肩の緊張をほぐすチャンピオン金星春。中島の1ラウンドの先制攻撃が物言ったと見るべきかもしれないですね。そうでしたね、アスコエラで、ね、チャンピオンの思惑を狂わせてしまったということも
言えるんじゃないでしょうか。はい、ただここで中島に一つ注意する点といえばどういったところでしょうかね。やはりね、うかつにその気を抜かないことですね。先ほどのあの5ラウンドでしたね、ちょっとこう迷いが出たところを打たれましたね。そういうケースはこれからもやはり金にパンチ力があるだけにね、気を抜けないですね。花形さんはどうですか。そうですね、それから中島君が打ち合った時に金が思い切ってアッパー打ちますからね、あー見せた。何で打つか、ストップをかけてはいません。今のレフェリーストップしてないですからね、はい、構わない対応ですね。はい、実は最後のチャンピオンです。大ヒット中島、チャンスを迎えた。大事なラウンド、中島チャンス。完全に精神的にチャンピオンが弱くなっているんでしょうか。目を切った途端にね、その助けを求めるような顔しましたね。はい、もうあそこで今までのね、強気はなくなりましたね。レフリーがセコンドに、そしてコミッションドクターの診断を要求しました。大丈夫のようです。中島チャンスを迎えた。左の目尻の出血は止まらない。左の左ボッティスマット中島アッパーレッド中島アッパーアッパーアッパー左の出血。第2ラウンドチャンスを迎えている。中島が挑戦者がチャンピオンを上回っています。顔面血だるまです。チャンピオン金星春、中島冷静になれ。第10ラウンド終了しました。第10ラウンド10対8、中島が取りました。さて、先ほどのラウンドの中島の猛攻をご覧ください。攻めていって右、ちょっとこれは流れていますけれども、チャンピオンがですね、自ら目の出血の診察といいますかね、要求しましたね。そうです。放送席の渡辺さん、はいどうぞ。チャンピオンの傷ですがね、はい、コミッションドクターの話では1センチぐらいの幅で、はい、深さはそれほど深くない、うん、うまく抑えれば止まる傷だというふうに言ってます。中島の方も左の目尻を切っています。今度はね、逆に中島左の目頭のあたりですね、前の付け根あたりを切りましたね。はい、中島にとってはミスのラウンド11ラウンド、中島の構成と、そしてまた中島の3つのラウンド、この2つが交錯します。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦11ラウンドです。左フック、中島の左フックが入った。チャンピオン左右の目尻を切りました。切り止まった一戦です。右を返したチャンピオン。今中島はね、左目に血が入ると思うんですね、そうするとね、相手のね、右のあれですね、はい、見にくくなりますしね、距離感が取れないですからね、ちょっと慎重にこのラウンドはやった方がいいでしょうね。なるほどね。チャンピオンもご覧いただけましたでしょうか。左の目尻の激しい出血、中島の方も左の目頭を切っている。これはチャンピオンが、中島の方も右の左の目尻、レフリーが言いました。左のフック、フリースライト、中島いいクロスです。はい、ストレートが顔面を捉えました。激しい病床の中島、放送席に血が飛んできました。渡辺さん、はい、記者席のですね、専門家が試合を採点してますけどね、はい、平沢節子さんはじめですね、はい、ちょっと聞いてみたんですよ、そして帰ってきた言葉がですね、皆さん圧倒的に中島有利と、そういう答えです。はい、はい、
このままのペースで最終ラウンドまで行きますか、あるいはまたノックアウトシーンが見られるか。しかし油断はできません。中島茂雄挑戦者、タイムヒック、これはちょっと取りませんでした。中島が冷静です。むしろ今みたいにああいうスローで入ってあれですね、はい、あの左フックを狙うべきですね。いいです、大福。中島チャンピオンの顔面を捉えた、左を伸ばす、歯を食いしばる、ロープに滑る。レフリーのアメリカリシャード・デック・ヤング中に入って分けました。試合は11ラウンド、中島にとってミスのラウンド、スタミナの全く不安はありませんね。ありません。ここらでちょっとこう休んだ方がいいかもしれませんね。前のラウンドスタミナを使いすぎてるような感じしますから、はい、現在は WBA 具志堅用高ただ一人の日本人、左っ子。11ラウンドが終了しました。第11ラウンド、紀藤さんの採点10対10と差がありません。対戦になりました WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦、これから試合は第12ラウンド。両コーナーの表情が映っておりますが、紀藤さん、これご覧になっていかがですか。お互いにね、まあ、傷の治療、止血ですね、血を止める技術がものを言いますね。ここは試合は第12ラウンド、チャンピオンが出ました。このラウンド、ラウンド開始早々チャンピオンが出てきました。金の方は捉えてるの分かってますからね、出てきましたね、はい。中島の血は止まっています。チャンピオンの左目はまた出血が始まりました。右のボディです。チャンピオンが左のグローブで血を拭いながら戦っております。渡辺さん、はい、挑戦者コーナーですがね、はい、どうぞ。中島の傷はあの目と上のとですね、下と両方あるんですよ。あ、上がちょっと大きいそうですよ。あ、そうですか、はい、忘れんで止まっています。血の方は止まっています。試合は12ラウンド、左フック残り4ラウンドです。左フックが入った、右が入った。中島の体力の衰えはありません。残り4ラウンド、どう戦いますか。次第次第にチャンピオン奪取のそういったムードも高まってまいります。後楽園ホール、金の立場になりますとね、はい、今までリードされてるからここでどうしてもね攻勢に出たいんですね。そうしますとね、相手のカウンターを忘れてねまともに入りますからね、逆にそのカウンターだと打たれやすい、今みたいな結果になりますね。はい、左の突き出し、中島、中島が調子はいいですよね。いいですね、はい、スピードはあんまり衰えないですからね、はい。しかしボクシングは一発のパンチで倒れるケースもあります。どこに落とし穴なのか分かりません。要注意の中島茂雄、このままのムードで最終ラウンドまで行ってほしい。金は本来ディフェンスがいいんですがね、これほど打たれた試合っていうのは少ないんじゃないでしょうか。そうですね、かつては3度防衛に成功したチャンピオンの金星春が試合のになって試合を続けています。試合のフック、中島です。第1ラウンドの奇襲戦法、そしてまた中盤のスタミナの温存、あるいはまた10ラウンド越してからの中島のスタミナの衰えは全くない。そういった意味で中島、いい目が、右、中島の右です。接近戦の連打、中島と動きは全然止まりませんからね。止まりませんね、いいでしょう、はい、中島のまた左が出血でしょうか、返りでしょうか。出血のようですね。出血ですね。ワンツーです。チャンピオンも返した、一発一発のパンチのたびに後楽園ホールワーワーという波のような歓声が聞こえてまいります。今の左フックは効果ありますよ、はい。12ラウンドが終わろうとしています。第12ラウンドが終了しました。12ラウンド、このラウンド、福岡さんの採点10対9と中島が取りました。言い出せないという部分もありますからね、はい。試合は13ラウンドです。花形さん、ボクサーにとって世界タイトル、ここからがまた一つの山ですね。そうですね、苦しい坂を登ります。
挑戦者の中島。右です。おちょっとチャンピオンの足がよろけているぞ。むしろ今のはバランスを崩したようですね。そうですか、はい、踏み込んでの左ストレートをボディに伸ばしたチャンピオン金星足、左を伸ばします中島。左のフックから押し合いフック、このフックです。左を伸ばして中島です。スピードありますね中島は、はい、花形さん、はい、今中島は何を考えていると思いますか。もう手を出すことだけじゃないですか。手を出すこと、なるほどね。まさに無心にパンチを出しているんでありましょう。挑戦者の中島、試合は13ラウンド、1分が経過しています。中盤に入っています。13ラウンド、左のフックです。中島です。左フックはいいんですよね。はい、左を伸ばした中島、左から左フック、チャンピオン得意の右ストライク、左、チャンピオン得意の左右のアッパー、全く影を潜んでいます。完全中島ペースになってきましたね。はい、チャンピオンとしてもあとはラッキーパンチに頼るしかないというようなもう認識は出てきてるんじゃないでしょうか。そうでしょうね。赤コーナーのセコンド陣が身を乗り出してリングエプロンでじっとチャンピオンの動きを目を凝らしています。青コーナーのヨネクラジム、左が入った、ボディへのストレート。挑戦者コーナーでは目が次第次第に生き生きとしてきています。それにしましてもチャンピオンはちょっと手数が少なすぎますね。そうですね、はい、期待のダブルでした中島。右のフックは空振り。挑戦者の生き生きとした目、コーナーの生き生きとした目、ね、だんだん元気が出てきたような感じですよね。はい、そうですね。疲れをするところがますます動きがスピーディーになってきました。中島茂雄、またチャンピオン、指ストライク、顔面を捉えた。左を伸ばす中島です。余裕さえ感じる中島茂雄の動き、第13ラウンド残り10秒です。左の相打ち、第13ラウンドが終了しました。このラウンド10対9、中島がアピールしています。中島が取っている、知れませんがね、やはり後半のあれで、はい、中島が相手コーナーまで攻めていった。中島がこの位置を仕掛けた、右のボディ、右のアッパー、打っては離れる中島のボクシング。左を伸ばした中島、チャンピオンは防戦一方、左のボディブロー中島、あの試合前の余裕さえ見ないと表情が動いたか、手を打ち合った中島のラッシュ、ボッティスが右のアッパー、右のアッパー連発、中島のボールを左引く、ナイスライト、チャンピオンの赤石、ちょっと金も防戦一本になりましたね。はい、足が完全に止まっています。中島どうのサインか、イケイケのサインが出ている。チャンピオンが突くと力がない、いい攻撃です。中島うまいですね、キックのボディを狙ってくるとバックステップ、はい、そうでなければ中へ入って左フックからね接近戦へという。試合は14ラウンド、左フック、中島金の顔面を捉えています。金の顔面がまた切り染まっています。韓国金尊前どうした、中島頑張るか、右の左フック、チャンピオンが返しました。左を伸ばしたチャンピオン、激しい出血です。中島も返しを浴びている、右を返した、中島の左、左の中島のチャンパンチです。左、おーっと今のは危ない、今のは危ないぞ、手を抜いちゃダメですね、はい、どういうあれになっても、はい、まあ、かつて世界チャンピオンだったフラッシュロルデというフィリピンのチャンピオンが言ってました、ね、はい、右ストライト、顔面を捉えている、北さんどうぞ、リングの中
ターには、ね、あらゆる可能性があるというんですね、だから最後その最後まで勝負が決まるまでやはり油断をしちゃいけないし勝負をしてちゃいけませんね、はい、挑戦者コーナーチャンピオン平井マジンの出血を追います。クリスチョンドクターです。しかしさあどうなのか、中島がアピールしている。先頭再開、右回転脱出の瞬間が近いか、伊藤さんのお話にあったように確かに何があるか分かりません。まだ14ラウンドと15ラウンド、14ラウンド残り30秒を切っています。何を伸ばした、右チャンピオン防戦一方、何を伸ばした中島、左14ラウンドが終了しました。中島10対9と取りました。完成です。後楽園ホール、チャンピオンの左目、決が止まりません。最終ラウンド、グラブを合わせました。レフリーリチャード・デック・ヤング、中島の青いトランクスが縮まっている。チャンピオンの白いトランクスも縮まっています。最終ラウンド、中島の軽やかなフットワーク、チャンピオンは目指しです。左を伸ばす中島茂雄、紀藤さん、はい、あと3分ですね、きちんとしたら KO 勝ちしかないですからね。はい、そうですね、はい、ところがその記録もね、今のところ伺えないような気がするんですね、あの表情には、はい、自ら血の出血をアピールすると、チャンピオンの精神的に参っていると、ボディーブローのラッシュ、歯を食いしばる中島の表情が映ります。右のアッパーを突き上げた、むしろ精一杯ね、はい、KO されるということをね、逃げたいというような感じがするんですね、うん、残り2分です。あと2分です。中島のフットワーク衰えはありません。ワンツーワンツーのミルが外れた。王チャンピオンも攻撃に出た。最後の力を振り絞るかチャンピオン天聖春、ワンツー攻撃、まさに死闘です。まさに激しい競争、死闘です。日本、韓国のジュニアフライ級のタイトルマッチ、具志堅に続く WBC のチャンピオンが生まれるか、誕生は近いか。最後の力を振り絞るチャンピオンの金星春、ボディを狙う中島も決まない。残り1分20秒、1分15秒、赤コーナーの日本の陣もエキサイトしている。青コーナーもエキサイト、大のボディブローを放った金星春、顔面を捉えました。中島あと1分だ。激しい出血のチャンピオン、完全にフットワークの衰えは15ラウンドありませんでした。挑戦者中島茂雄、7ラウンドチャンピオンのローブローがありましたんでね、はい、ちょっと中島それにひるんだんですね、うん、なるほど。右のボディです。あと時間は30秒です。血を拭います。チャンピオン金星春、25秒、金の左の頬が青ずんでるような感じなんですね。はい、新チャンピオン誕生が近づいています。残り10秒、秒4段階に入った。中島頑張れ、あと5秒、試合終了。中島、最終ラウンドはロープに崩れ落ちました。おー、中島を見てください。ロープに駆け上がっている。ご覧ください、後楽園ホール新春タイトルマッチ、まだ正式な判定は出ませんが、伊藤さん、これはもう、問題ないでしょう。はい、まさに死闘でした。チャンピオンの金星春、4度目の防衛戦を迎えて日本に来ました。挑戦者の中島茂雄は世界初挑戦。中島がコールされました。中島やった、力尽きましたか。
腰を落とした中島です。新チャンピオンの誕生です。 WBC 世界ジュニアフライ級新しいチャンピオンが誕生しました。中島茂雄に認定賞が贈られます。紀藤さん、やりましたね。やりましたね。まあ、コンディショニングの、ね、成功ですね、はい、これほど、ね、スピードを落とさずに、ね、しかも左フックを効果的に使ったうまさね。花形さん、この試合どうご覧になりましたか。そうですね、あの中島君の足が止まらなかったのと左ですね、はい、左ストレートも良かったですね。ジャッジペーパーが届きました、レフリーが145対144ポイント、そしてジャッジベック・アマレ146対139 7ポイント、もう一人のジャッジ日本のウゴ148対143 5ポイント、3対0文句ない日本の中島の勝利であります。リング上では日刊スポーツ新聞社首藤企画部長から勝利者賞、そしてまたテレビ朝日運動部長瀬部長から同じく勝利者賞が贈られます。それではですね、勝ちました中島選手一言伺います。中島さん、おめでとうございます。どうですか今の気持ちは。本当にどうもおめでとうございます。中島選手の声がお茶の間の皆さんに届いたでしょうか。新しいチャンピオンになりました。中島茂雄 WBC 世界ジュニア最強のチャンピオンです。両選手が握手です。肩を抱き合いました。今チャンピオンコーナーのコメントが入りました。中島の動きがいつもより良かった、対戦にこぎつけてチャンピオンベルトを取り返すと、こういったコメントが入ってまいりました。1月3日世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦、日本の中島茂雄80年代に向けて新しいチャンピオンとなりました。この試合お伝えしました後楽園ホールから。